こんにちは。羽田空港に来ておりまして、今日は記念すべき50回目のフライトになっております。行き先は那覇ですね。羽田から那覇で50回目を迎えます。1本目もそうですよね、羽田那覇だったんですが、最後も同じ路線で締めます。で、今からですねチェックインとかするんですけども、クリスタルになりますと、その年度中なのかな、なんか私ちゃんと分かんないですけど、桜ラウンジ、羽田空港の桜ラウンジを6回まで使えるっていう権利がもらえるらしいんですよ。で、それを使ってみようかと思っております。ですので今まだサファイアなっておりませんが、普通に多分使えるんだと思います。その辺はちょっと聞いてみながら行こうと思います。 JAL のラウンジは全く入ったことはありませんので、その辺楽しみにしております。50回目でまだサファイアなっておりませんが、ラウンジは行けるみたいです。ではまずはチェックインから行ってみましょう。それではチケットもらってきました。今日50回目乗るんですけど、帰りがあるんで51回目もうすでに乗ることが決まっております。で、今がですね、行きがもう窓側を取ってたんですけど、そこが完全にもう隣が2人来ちゃいますって席だったんで、違うところに変えてもらいました。真ん中のところになっちゃうんですけど、まあ、ゆったり使えるところにしときますねっていうので変えていただきました。それでは次はチェックインが終わったので保安検査ですね。ここの、これは違うんですか、もう一個あっちのサファイアとかなった時の JGC になった時の、これは次回から使えるはずです。ここから入っていいはずなんですけども、これいまいち分かりづらいですよね。もうちょっと分かりやすいように作ってくれるといいのにと思うんですけどね。 ANA の方はかなり大きく作ってるんですけど、 JAL はちょっとちっちゃめですね。それでは行きましょう。クーポンっていうのですぐに分かっていただけましたね。これで、おお、なんかすごい奥の方まで。初めての桜ラウンジです。ラウンジ入ってきました。桜ラウンジです。すごいです。今私一番奥のところまで来たんですけど、ここはもうこういう風になんかすごいプライベート感があるところなんですが、それ以上にすごいのは向こうがもう個室みたいになってるのもあるんですよね。で、ここまあやっぱり桜ラウンジ広いんでずっと奥まであるんですけど、まあ、窓側のところもありますし、あとはビジネス用途とかでできるところもありますし、すごいですね。 ANA よりは結構シックな作りのラウンジだと思います。 ANA の方は、まあ、最近のラウンジだなっていうのを感じるんですけど、こちらの JAL の桜ラウンジは昔ながらのすごいシックなラウンジっていうイメージを受けましたね。ではラウンジ出てまいりました。いや、なんかラウンジらしいラウンジでしたね。いいラウンジでした。ではこれから7番搭乗口まで行きましょう。これから乗りますのが A350 なんですが、これがですね初号機でした。後ろの方に A350 って赤文字で書いてあるんですけど、それが初号機なんですが、そちらの機体でした。ただ位置的にもうこれ以上この横に行けないので写真が撮れないんですけども、一応ねフライト情報としてはこちらですね。これです。ピント合ってますかね。これが今から乗るフライト情報になっております。優先搭乗の方たちが入っていきましたね。次からは私もあのタイミングで入れるようにはなります。今回で50回目のフライトです。
那覇行きはさすがですね、優先搭乗の人が、まあ、今やっと一般の方たちが乗り始めたってくらいなんですけど、すごいですね、優先搭乗の音が鳴り止まないと思ってしまいました。すごいですね、那覇行き、やっぱり、まあ、今回はかなり搭乗率高いとはもともと言われてて、まあ、それで私座席の変更もしたんですけど、すごいですね。飛行機乗り込みまして、座席が 48-G ですね。この窓側ではなく真ん中のところの列になってます。で、まあ、この辺の紹介はなくても良さそうな感じはしますけど、まあ、結構広めですね。やっぱりでモニターついてコンセントがある、あとはここも USB ついてますね、こんな感じになってます88来たんですけども、目の前に10人ぐらいの女の子たちがいるので諦めます。せっかく50回目ステーキ食べようと思ってわざわざここまで来たんですが、これは入ったとしても出てこないでしょうからね。次のフライトあと1時間なんで、ちょっと50回目記念にって思って珍しくステーキとかと思ったんですが諦めます。ダメでしたね、残念。はい、那覇空港到着いたしまして50本目完了です。いや長かったですね、50本はやっぱ長いですね。頑張りました。これで、今クリスタルだったのがサファイアにこれでなったはずです。ただこの後すぐ帰るんですが、それはまだ多分データが反映されないんでサファイアにはなってないと思います。なのでまあ多分普通のクリスタルの対応なんでしょうね。なのでほぼ一般の方と変わらない対応になるはずです。大変でしたよ、50本。で沖縄で2泊3日で18ぐらい乗ったのもありますし、北海道のシリーズで20ぐらい乗りましたしね。頑張りましたね、本当に自分で頑張ったなと思います。この半年ですねかけて50本飛行機乗りました。後半はもう
自分の行きたいところ、乗ってみたいところとかですね、そういうところをやってたんですけども、前半がやっぱりしんどかったなと思います。まあこれがね、誰かの参考になればいいなとは思うんですけども、まああんまり見ていただいていないので、私のところはまあ誰かしら面白いなと思ってもらえればいいなっていうくらいで作っております。まあ自分の記録としての方が大きいんでいいんですけども、50本飛行機に乗りました。あとはですね、今回のこの50本乗ったものを、1日でこれぐらい乗ってますとか、ちょっとまとめようと思ってます、こんな感じでやるといいですよとか、あとは来年だったらどういう風にするかとかですね。あとはね、チケットの値段変わったりするんですよね、来年。まあその辺がね、ちょっとどうなのかがわかんないんですけど、まあ私がやった中ではこんな感じでしたとか、こんな感じでいけますよとか、そういうのはちょっとまとめようと思っておりますので、今回の動画は50本乗ったっていう動画、あとちょっとまとめの動画作りますというところで終わります。で、この後1時間ぐらいしたらまたフライトありますので、この辺は本当にちょっとだけ来ると思います。もう眠いんで、また次の機会にお会いしましょう。では、ありがとうございます。